はい、公認会計士税理士の山田信也です。インボイス番号の巨大リスク。中小企業10月からパニック。意外と大変。 番号の確認作業問題です。お送りする内容は、インボイス番号の確認問題、偽造インボイス簡単にできる問題、偽造インボイスの受け取りリスク、社内大混乱、どうすればよい、などについてお話ししてまいります。というわけで本日は、今、中小企業の経理の方から、いろんなご相談を受けてるわけですが、その中でも、特にどうしようかな、という問題について取り上げたいと思います。 インボイス、適格請求書制度というのは、2023年10月からスタートする消費税のルール変更なわけですが、国が定めたインボイスで取引をしなさいと。そのインボイスとは何かというと、これまでの請求書やレシートや領収書などにですね、税率、税額、登録番号などを載せなさいよ。これがインボイスです。なので、こういった手書きのエクセルの請求書もですね、ちゃんと 税率や税額、そして登録番号を乗っけなきゃいけない。今日はこの登録番号の話になります。 で、財務省の方は導入するぞということで推進しているわけですが、基本的にこのインボイス制度というか消費税という制度は細かいところで大企業を前提としている制度っぽくて、基本的には中小や零細事業者っていうのは軽視されてる感じがするんですよね。まあ、国家というのは得てしてこういうことになりがちではあります。その結果、売上1000万円以下の免税事業者にとってはですね、 今後も消費税分がもらえるのかどうかという問題に直面しています。詳しくは過去の動画をご参照ください。そして今日はですね、課税事業者なんだけれども、実務、どないしたらええんや、という 中小企業のお話でございます具体的に何が問題かと言いますと2023年10月からはですねこの真ん中の課税事業者である中小企業はですね一般のお客様や取引先にですね1万円のものを売りますそうすると1万円に消費税10%の1万1000円が入ってきますそして外注先とか仕入れ先に2000円払ったとすると消費税の200円も乗っけて払いますでその際に消費税を払った証拠消費税をもらった証拠として インボイスをちゃんと保存しときましょうね。これがインボイス制度です。インボイスが納税証明書の代わりになっています。で、消費税というのは、もらった消費税から払った消費税の差額を税務署に納めるという仕組みですので、このケースで言うと、1000もらって200払ってるから800納めるということになります。で、この時ですね、 外注先や仕入れ先からもらったインボイスが本物かどうかという意味で、このインボイスに書いてある登録番号が正しいかどうかを確認する必要があるんですね。で、ちゃんとした外注先とか仕入れ先でしたら、正しいインボイス番号がしっかり載っていると思うんですが、でも企業活動って請求書のやり取りをしないところもいっぱいありますよね。 例えば個人商店から仕入れたものはどうでしょうそして交際費とかで飲み屋さんとか行きますよねその飲み屋さんからもらうレシートとか領収書このインボイスも正しいかどうか実は調べる必要もあるんですね。 というわけで今日の本題インボイス番号確認問題なんですが外注先や仕入れ先がもうずっと取引をしている何ヶ月か何年か継続して取引をするという前提でしたら最初の1回ですねインボイス番号が正しいかどうかを確認すれば それで終了します。このインボイス番号の確認なんですけども、こちらのようなですね、インボイス事業者公表サイトがありますから、こちらにインボイス番号を入力すると、このようにインボイス発行事業者として登録してある会社名と住所がちゃんと出ますよ。というのが、この確認作業になります。で、これがですよ、一回こっきの単発の取引であったり、個人商店でお買い物しましたという場合ですね。 それらも全部確認する必要があるのかというのが問題になります。で、これがですね、大企業でしたら、電子インボイスといってね、もう電子上で全取引をね、管理して、インボイス番号もですね、自動的に国税庁のサイトと繋がって確認できるといったこともできるでしょうし、個人商店とかでもらってきたレシートとか領収書に関してもですね、AI OCR で自動的に読み取って、この番号が正しいかどうかを確認するといったことも進むようです。 固いですよ。中小企業はそういったシステムが組めるのかと。高いお金かけてそれを導入しなきゃいけないのかといったことを考えると、当然会社にも言いますが、多くの中小企業は手作業、人力に頼るしかないんじゃないかというふうにも思われます。まあね、取引がね、月に10件、20件だったら手作業でもなんとかなるかもしれませんが、これが月の取引が100件、1000件っていう会社もたくさんあります。全部やるのってことです。 さらに、誰がするの責任の所在は誰なのとなると、それは、その、レシートや領収書をもらってきた、現場の人間が確認をしなきゃいけないのか、全部経理部の担当が確認しなきゃいけないのか、はたまた、うちは経理全部外部にアウトソーシングで代行に出してるんですよっていう場合、その経理代行会社が責任を持ってやんなきゃいけないのか、いや、もしくは、顧問税理士がそういうのも全部確認しなきゃいけないのか、ということで、責任の所在が誰なのか、という問題が、実はここで発生します。 でいやいやインボイスってみんなちゃんと書くからそんな間違いはないでしょうと嘘を書くような人いないでしょうと思うかもしれませんが実はここでですね偽造イインボイスがが簡単にでできちゃう問題というのがあるんですインボイス登録番号というのは t から始まる13桁というのはもう決まってます。 で、個人事業主はですね、オリジナルの番号が発行されるんですが、会社、法人に関してはですね、すでに法人番号という13桁の番号があるんで、その頭文字に t を付けるだけなんですね。これが実は偽造しやすいポイントの一つになってます。で、偽造インボイスというのは、デタラメな13桁を書いてきて、これでインボイスですと。そういう可能性もないことはないと思います。でも、実際に起きそうなのは、同盟企業の13桁を使った偽造インボイスという可能性は結構 あるんじゃないかという風に言われてますつまり国税庁の法人番号サイトで 会社名を検索すればですね、同盟企業ってバーって出るんですよね。例えば、朝日と入力して、朝日って名前がつく会社って検索できるんですよ。そうすると、7、80社出てきました。株式会社朝日って世の中にたくさんあるんですよ。で、その会社のね、法人番号があるから、インボイス番号も分かっちゃうんですね。で、その中でインボイスやってる番号をそのまま仮パクすることができちゃうということなんですね。いやいや、住所が違うからすぐバレんじゃないか。 と思われるかもしれませんが、実はインボイスって住所は必要な要件では別にないんですよね。だから請求書に住所がなくても構わない。さらには、住所自体をね、インボイス番号をパクってる会社の住所に請求書を書いちゃって、 そのまま押し通すってこともね、ネット上のやり取りしかしてない会社だったらできるかもしれませんしそもそもですね請求書の住所ってある程度自由というか必ず登記簿上の住所を書かなきゃいけないっていうルールはないので例えば東京の会社が株式会社アサヒの福岡の同盟企業のインボイス番号をパクったとすると仮に取引先がですねあれ東京の会社なのにインボイス番号を調べたら福岡出てきますよと言われたとしてもいや実はうち本社が福岡なんですよとか 東希望だけ福岡なんですよ。といった嘘をつくことも不可能ではない。というか、取引先がわざわざそこまで調べてくるかどうかっていうことも、実は今のところ微妙な段階なので、結構この辺がね、インボイスがスタートしたとどうなるかっていうのが不透明な部分なんですよね。で、よく言われているのが、これから会社を設立するサインですね。まず、同盟の企業をあえて狙って作ります。で、その同盟企業のインボイス番号をパクって偽造インボイスを発行します。 で、それをすることによって、インボイスが発行できるから、消費税も丸々もらうことができるし、さらに会社は、資本金が1000万円未満になった場合ですね、最初の2年間免税ですから、消費税を納めなくて済むと。もらうだけはもらっといて、税務署には納めないっていう、非常にお得なことができちゃうっていうのが、この偽造インボイスのメリットなんですね。で、もちろん、この偽造インボイスって、消費税制度の根幹を破壊するものなので、厳しい罰則もあります。 的確請求書類似書類等の交付の禁止ということでその罰則が1年以下の懲役または50万円以下の罰金ということで懲役刑があるわけですから結構重たいですよねただ罰則があるからといってみんな偽造インボイスしないかっていうとそうでもないのがこの社会の難しさですよねで偽造インボイスの受け取りリスクなんですけども仮にですね外注先仕入れ先店舗からもらったインボイス こちら、番号確認をしなかったとします。その場合、一応インボイスはあるので、もらった消費税1000から払った消費税200を引いた800を税務署に納めます。 ところがその後、税務調査に入られた結果、仕入れ先からもらったインボイスが実は偽造だったということが判明したとします。その場合は、払った200については、この消費税は認められないっていことになりますので、結局、もらった消費税の1000から0を引いて1000、1000を納めなきゃいけないということで、追徴課税として税務署には200プラス延滞税などを納めなきゃいけないということになります。 つまり、番号を調べないというのはリスクにつながるわけですね。じゃあ、単発取引や個人商店からもらった領収書やレシートも全部確認しましょうと。で、仮に番号が違った場合は連絡したりして、で、うっかりミスなのか偽造なのか、そういったことをね、確認して、まあ修正依頼を出したりとか。 インボイスがないものをもう一回送ってもらったりとか、まあ、そういったことをする必要が出てきます。でも、これ結構大変ですよね。誰がするのっていう話です。先ほども言いましたが、各部署の現場の人間がするのか、経理がするのか、経理代行会社がするのか、税理士がしなきゃいけないのかと。これもちょっとしたパニックですよね。じゃあどうすればいいのかというと、これはもう社内で規定を作るしかないのかなと。つまり、 全権は無理でも例えば1万円以上はやりましょうとか5000円以上は確認しましょうとか、まあ、そういったある程度線引きをするとか早めにねそういうのも分かるシステムを導入しましょうなのかほんとここはちょっとまだ分からない段階なんですよね。というわけで最後に。 仕入れや経費のインボイス番号の確認についてまとめますと、年間の売り上げが1億兆の会社は、これはもう原則全ての仕入れや経費について番号を確認する必要が一応あります。で、年間の売上が1億円以下の場合ですね、こちらの会社については、少学特例というのがあります。 それは、1万円未満の取引については、インボイスはいりませんと。要は、帳簿だけで済みますよ。つまり、今の経理と一緒でいいです、ということですね。なので、1万円未満のね、取引については、インボイスがいらない。つまり、インボイス番号もいらないってことですので、だいぶ手間は省けると思います。ただ、これは、6年間の期間限定になっております。ですので、7年経ったら、1円から全部インボイス番号を調べなきゃいけないっていうことにもなります。 で、年間の売り上げが5000万円以下の事業者については、これは簡易課税っていう制度がありますから、この場合はですね、そもそも売上の何パーって形で消費税が決まるので、仕入れや経費のインボイスはいりません。で、1000万円以下の事業者については、2割特例というのも使えます。これも同じように、仕入れや経費のインボイスは不要です。で、このね、 小学特例や簡易課税、2割特例といったものについてはですね、過去の動画で詳しく解説しておりますので、よかったらそちらをご参照ください。ちなみに、うちの税理士法人は売上が1億から2億なので、ちょうど全件確認しなきゃいけない、本当どうしようかなと思ってます。というわけで今回はインボイス番号確認問題を取り上げたわけですが、実はこれはインボイスにまつわる様々な問題の中でもまだ一部です。他にもいっぱいいろんな問題があります。順次、このチャンネルでも取り上げて いきたいと思っておりますのでよかったらチャンネル登録をしてさらに今こういうことで困ってますよっていうことがありましたらコメント欄に書いていただけますと大変嬉しいです。 というわけで、2023年2月19日時点の情報でございました。最新情報につきましては、国税庁のホームページや、私の YouTube や Twitter をチェックしていただければと思います。で、3月まではですね、ラジオ確定申告 from おク会計士チャンネルという番組をラジオ関西さんの方でやっております。Apple とか Spotify といったね、主要なポッドキャストでも過去の配信も含めて聞くことができますので、よかったらチェックしていただけますと嬉しいです。というわけで、このチャンネルでは、税金 BS 都市経済のお得な情報 とかインボイス制度のような本当に訳が分かんなくなっている制度についてできる限りわかりやすく解説しようとしているチャンネルでございます。よかったら今後ともごひいきに。それではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。